はいどうも、ナミノリです。マスターリーグ続きやっていきたいと思います。はい、今回ですけども、プレミアリーグ開幕戦ですね、クリスタルパレス戦、そしてプレミアリーグ第2節、マンチェスターユナイテッド戦、この2試合やっていきたいと思います。はい、前回は FA コミュニティシールドをね、まあ取れて 2-2 で、まあ、あの PK からのね激闘がありまして、初タイトル取れましたね今シーズンで。ちょっとなんですけども、前回の以前の動画で、今シーズンまずどれかのタイトル取ったらっていう、取ったらあの続投って言ったんです、監督ね、続けるって言ったんですけども、このチームでちょっと変えようと思いまして、それだとちょっとね甘すぎるので、ちょっとプレミアかチャンピオンズリーグどれか取れたら続けましょうか。さすがにね、こういう FA カップとか、そういうなんか小さなカップ戦で取っただけで、続投っていうのはちょっと甘い目標かなと思いまして、なので、プレミアリーグかチャンピオンズリーグ取れたら、来シーズンの続投を決まるということでね。で、もし取れなかった場合は、別のクラブに移籍します。なみなりね、監督、はい。という方針でいきますので、皆さん、よろしくお願いいたします。で、そっか、前回、そっか、代表のメンバー決めたんだっけ？そうだね。まあ、これで大体あれじゃないかな。多分これで代表勝てるんじゃないかなと思うんだよね。多分これでワールドカップ出れると思うんだよね。そう、全然ね、代表、ここ数年で勝っててないんですよ、これ。全然ワールドカップね、なんかね、代表のオファー来てなくて、なんでワールドカップねえんだろうと思ったら、ワールドカップまず日本出てないというねことだったので、ちょっと困っておりますけどね。代表やりたいんですけどね。さあ、プレミアリーグ開幕です。9シーズン目かな、9シーズン目だよね。プレミア3連覇なるかですね。新シーズンが始まります。初戦に向けた意気込みを聞かせくださいと。まあ、今シーズンは本当スーパースターでどれだけプレミアできるか、タイトル獲得に言及ですね。長い旅になるが最初肝心、タイトル獲得するためには初戦でつまずくわけにはいかない、一生の覚悟で臨みようと。まあスーパースターで本当3連覇できたら本当に本物だと思うけどね。さあ、プレミアの旅が始まります。こっからね、まあ、パレスだからそこまで強くないからね、次のマンユー戦の方が厳しいからね。絶対マンユーのスーパースターなんて絶対勝率今までより良くないんで、まずはパレスをここで 1-0 でもいいから下しておくこと。あ、FIFA のアップデート入った。そう、ここ1-0でもいいから下すこと、これ大事ですね。もう3連覇、もう開幕が大事ですか。今まで開幕で失敗したシーズンは優勝できてません。なのでここで行こうぜ、うりゃ行くぞ。はい、今日のスタメンこれで行こうと思います。プレミア開幕戦ね、ゴールキーパーブッフォン、左からベインズ、フェルメーレン、吉田麻也、マイコン、中盤ディアラ、デンベレ、左ジェルビーニョ、右ベッカム、そしてツートップにルッソとデフォですね。まあこの2人ですよ、本当にもう確立された2人ですけども、この2人に今シーズンかかってると言ってもいいですね。まああとジェルビーニョとね、ベッカム、これは両サイドちょっとタイプが違うサイドですけども、ジェルビーでもスピードで粉砕、そしてベッカムもクロスからのね得点量産してほしいと思います。もうキックからね得点、あのねアシストすごいからね、ベッカム、あのピンポイントクロスですよ、ベッカムのね、あのホームから放たれるクロスね、あれをちょっと見せてほしいと思います。あ、そっか、俺フェルメーレにセンターバックしてたのか。あ、でもいっか、ちょっとチームロールをさ、ちょっと今シーズンセンターバックどういう感じで使っていくかっていう話なんですけど、マヤとフェル、一応フェルメーレに行こうと思ってるんだけど、フェルメーレのこれチームロールが光ってない時はアルビオルで行こうかなと思ってます。多分フェルメーレのこのチームロールが、あれ闘争心だけど、なんかチームロール持ってたんだ、チームプレイヤーチームプレイヤーだね。チームプレイヤー多分ね、他の数人のコンディションアップするはずなんで、あのスタメンのね選手のコンディションがアップするので、その効果がない時はフェルメーレを外してアルビオルに行こうと思いますね。そらしたいと思う。まあちょっとバランも使わなきゃいけないんだよね。でもね、もうセンターこれ以上増やすつもりないんで、本当に、この4人で基本的には回していこうと思ってます。これ以上増やすともうね、信頼度落ちるからね、俺に対するね、確率に落ちますから、これでいこうと思いますよ。で、まあ今シーズンバーディ入ってますから、バーディのスーパーサブあるからね、スーパーサブ。79です、スーパーサブ。あ、ないか、まだスーパーサブついてるのか、これからだね。まだバーディは途中から出したもんね、面白いと思うんで、全然ね、パッチにもいますから、フォワードはもうこれ以上ね、これ以上増やしたくないんで、基本的にはこの4人で争ってほしいと思います。まあルッソがね、シーズン途中でおかしくなったら、パッチにバーディを入れればいいしね、という方針で、今シーズンやっていこうかな。まあスーパースターのなので、もう一発で、もう、大体僕の失点パターン見てる方分かってると思うんですけど、もう一発でいっちゃうから、本当にディフェンスの時も一発でスッと行って振り回、あれだよね、切り返されてシュートっていうね、いつもパターンが多いですから、まず一発で行かなきゃいいんですよ。まあフォワードとの距離は離れて、そっからちょっとディフェンスしていこうと思います。一発で行かなきゃやらないことないんでね。で、クリスタルパレスはナバス、メイソン、ミドクか、スリートップ要注意だね。結構前線スピードありそうですから、ここ要注意で、ちょっと開幕戦行こうと思います。よーし、やっていこう。3連覇かかってますからね、一応ね。まあ簡単にはもういかないですよ、今シーズンから。本当に、まあ、昨シーズン最初ねやってたんですけどね、スーパースターで。あ、ルソ負けるか。デンベレ、サイド、ベインズ上げてみようか。ベインズのクロスからデフォー、ルッソ、お、来た、デフォー来た、シュート、ルッソ来たー、先制、ルッソープレミア開幕、素晴らしい。やはりルッソ、スーパースターが相手でもルッソです。素晴らしい、この男。やはりね、やはりこのツートップにかなわないですよ。昨シーズンはデフォーがねプレミア一発目取りました。でも今回はルッソだったね。ここのポストに当たるがルッソ、誰に当たった、あれ今さ、誰が当たったよね、キーパーに当たったのかな。ここでルッソが落としてから、デフォーがポスト当たる、あ、キーパーに当たりましたね、これね。キーパーのどこから当たりましたね。ここ素晴らしいよ、ここの嗅覚素晴らしい、ルッソ。ちょっとね、これスーパースターにすることで相手のね能力2倍ぐらい上がるからね、これ確実に。そこ要注意ですよ、やっぱスーパースターとね、トップリはそんな大差ないからね。ルッソが降りてくる、ルッソが降りてきます。ルッソが降りてきて、ベッカム、ベッカムのクロスからさ、デフォー来たー、
2点目、ベッカムのクロス、デホーが来た。デホーも今シーズンプレミア1号、素晴らしい。やはりベッカムのクロスですね、これは。いや、ベッカムもチートだもんね、これは。正直ディエンスが前に立ってたんですけども、このベッカムがね、ディエンスの前からクロス、素晴らしい。いや、前半完璧ですね。あ、やっぱこっちの能力がチートすぎますね。全員80台ぐらい越してるからね、やっぱりそれは楽に進めちゃうよねって話ですよ。ジルミニョ、ヘルメーレ、クロスが入ってきて、ヘリング、危ない。ちょっと変えようか、もうルッソちょっと疲れてるんで、今日バーディー入れてみましょう。中盤デンベーの、スタミナ考慮してハウフィー入れて、でちょっとマヤ変えてみようか。マヤとアルビオル入れてみよう。さあ3人が新たな新戦力を入れながらちょっとねチーム強化測ります。これはどうしようもないっすわ。ハウフィー、さあハウフィー取った、ハウフィー取った。さあクロス入ってみよう、クロス上げてみて、デフォーでヘリング、2点目、デフォー今日2点目、素晴らしい。この男を止められる逸材は存在しない。素晴らしいプレミア男、プレミアキラー、プレミアボーイです、この男。いやー、これハーフィーが奪ってからですね。そう、ハーフィー本当狩る能力すごいからね、こういうね奪ってからのこの攻撃っていう意味でいきますね。これは素晴らしいわ。ちょっとスーパースターで俺3点以上取れないと思ってたけどね、意外と取れちゃうもんだね。よし、勝ちました、プレミアリーグ開幕戦勝利、3連覇に向けて好発進。やはり2連覇してることは実情残っている、この強さ素晴らしい。デフォーはマッチョな体を見せつける、素晴らしい体。いや、大きいね本当に、スーパースタイル 3-0 大きいよね。いや、もう2トップがチートすぎるんですよ本当に。デフォー、ルッソがね、本当にこの2人にまたね助けられるシーズンになると思いますよ今シーズン。まあ次のマイン戦だよね、マイン戦に勝てばちょっとねプレミアスッといけますから、そこちょっとあの終点合わせてやっていきたいと思いますよ。さあ勝ちましたと、マイン向かってね、アーセナルが負けたと。アーセナル昨シーズンが調子悪いな。でチェルシー 1-1、 うん、シティも負けたね、うん、リバプル勝った、好発進ですよ、まあ、素晴らしいです。次のマイン勝てば多分首位浮上できるんでね、次のマイン戦だよね本当に。今シーズンはまあさすがスーパースターというもうね、もううちのレベルがレベルですから、本当優勝できるレベルまでいかなきゃダメだねこれはね。さあデフォーがヨーロッパ年間最終選手、また受賞ですね。昨シーズンに続きです、この男すごいな。どうすんのよこの人、本当に何回取んのこれ、ずっと続きますよねこれ。やっぱチャンピオンズリーグも調子いいからね。さあリーグ序盤チャプター2です、素晴らしいですよ。開幕戦の勝利でうちのチーム寄りのメディアを大盛り上がりだ、ここで気を緩めずやっていきたいとね。この調子ですよ、この調子が続けば本当プレミア3連覇は夢じゃない。あジェルビーの打撲か、痛いな。まあディマリアいますからまあ大丈夫でしょう。さあグループステージ組み合わせ決まりましたね。 CL どこが来た。さあグループステージの組み合わせはアトレティコ、イスタンブール、アーデットが、まあそこまで強くないんじゃない。昨シーズンが強かったからね、レアルとかねポルトとか、まあそこら辺でも強かったから、まあアトレティコも昨シーズン勝ってるね、このグループで。まあいけるでしょう。他のグループ見てみましょう。グループ A からユベントス、チェルシー、モナコ、ムラブ、スポル。グループ B ベンシュカ、アヤックス、レバークーゼン、オリンピアコスで、グループ C バルサ、リバプール、ニース、キルマーノック。グループ D チェスカ、レアル、ガラタサライ、ミッティラン。グループ E バイエルン、ローマ、スポルティング、フランクフルト。バイエルンだよね、バイエルンが来たら来てほしいな本当に、決勝のメント本当に火力返したいんで。でグループ F パリサンジェルマン、マンチェスターシティ、クラスノダル、セルティック。でグループ H シャフタール、ラッツィオ、エンク、ヤングボーイズですね。まあそこそこ E グループに入ってね、そこまで C のグループっていうとこないですよね。あでここ C のグループだな、バイエルン、ローマ。ここでバイエルンが負けるとは思えないので、ちょっとやりたいよね本当に決勝のメントで。本当にまあ本当クイーンズパークはもう初戦のね、初戦の試合に勝つだけですよ。初戦どこか分かんないけど、初戦どこ見てみましょうか。初戦は RZ ですね、RZ のアウェー戦に乗り込みます。うん、ここだね。まあ次回はここからですね。ここ2シーズンはずっといけてるけど、今回スーパースターだから分からんからね。まあ本当気を入れずにやっていきたいと思いますよ、ここね。次回。まずは勝ち点3だね、ここで。あ、カジフンはミランに移籍したか。ミランも強いもんね。さあ、マイン優先ですね。ここで勝てるかどうかだよ。あ、大きいね。あ、2トップ絶好調ですね、この2人。オッケー、素晴らしい。ちょっとジェルビーニョ怪我しちゃったからね、ここは痛いんですけどもね。まあ一応ディマリアをちょっと出そうと思います、当分ね。ディマリア81だからね、これで。この時点でね、18歳で。まあちょっとジェルビーニョでワンチャン化ける可能性あるんで、ちょっとディマリア定期的に使いたいですよね。ちょっとエースとサミュエルに関しては、ちょっと好調か絶好調の時だけちょっと入れようと思います。うん。その時は基本ベンチに入れようと思います、この2人ね。この2人がもうレジェンドですから。あれ、バンディエラだっけ、バンディエラか、そう。この2人バンディエラですよ。この2人が他の選手たちを伸ばしますからね。あれ、ビンズ1個伸びたんじゃねこれ。伸びたね。1個、少し伸びました、ビンズ。80歳になったね、オッケー。いやー、左サイドちょっとビンズ以上の選手現れるかな。まあアンサルディはワンチャンありそうですけどね、ルイス・テイシーラも。うん。まあ、基本的にバックアップでも80超えてる選手できちゃってるからね、これね。どうしようもできないですよね、もう。で、今日、マユに関しては、マルシャル、アンドレ、ペレイラ。メンバーもガラッと変えてるもんね。ポグバとかもいませんもんね。あ、でもフメルスが。あ、そうなの、フメルスが。マユにいんのか。あ、そうか。でも一応、マヤに、まあ、ジュニオール、モライスつけますけども。まあ、もうラッシュオルとかも抜けても、あ、でもラッシュオルいたわ。言いましたね。まあ、センターバックそんな大したことないよね、むしろ。ここの裏どんどんつければ全然ルスとデフォーね、開幕戦で大暴れしてますから、準備いけると思うんですけども。まあ、侮れないよ、ほんと、スーパースターは、多分ね、総合値がね、もう2倍ぐらい上がるんですよ。2倍。いや、2倍は上がらんか。選手の能力2倍ぐらい上がっちゃうので、ほんと怖いですよね。いつも以上のね、力出してきちゃうから、そこをちょっと警戒しながら、まあ、開幕戦みたいにね、ちょっと慎重な戦い方していければいいと思います。はい。では、2節目やっていきましょう。マンチェスターユナイテッド戦。
さあ今日はデフォーに期待かかりますよ。デフォー2点決めてますからね、開幕戦で。いや本当スーパースターの中でデフォーがねプレミア30点ぐらい取れたら本当大きいと思うよ。これはマジで本物のプレミアキラーだと思うよ。俺はよしやっていきましょう。マンチェスターユナイテッド戦、この2戦目勝てばプレミアも今シーズン安泰と言ってもいいほどかなりいいスタート切れると思いますよ。これはさあディアラ行こう。さあここデンベレ行こう。デンベレ出よう。あやばい、開いた、まずい、シュートが来た、危ない。そうベッカーもちょっと守備力ないからな、そこを本当にね要注意ですよ。これはさあ嘘を来てしまった、ブッフォン出ろ、よしナイス、ブッフォン素晴らしい。そうかベッカーもフルスだね。万有はここでベッカーも出よう。ここで出てからここでさあバルシャル、クロス入ってきてヘリングか、おーぶねえ、今バックパスしたか、ぶねえな。今ちょっとディマリアなんかしてほしいな、絶対なんかできる才能あるからね。ルッソからさあベッカム来た、ベッカム、ルッソが惜しい硬いね、マインさすがに。さあ中ベッカムのクロスはデフォー、マイコン打ても右足のシュート、オッケーです。マイコン素晴らしいね、ちょっと数倍にねレベル跳ね上がったマイユにここまでで、できてるの素晴らしいからね。ほんと1-0だね、1-0の勝負っすよ。いつもだったら多分簡単にね守備壊れてましたけど、今のところねがっちり固めてますから。ほんと唯一マイユがほんと毎回やっててありがたいのは蹴ってくるだけだから、跳ね返しちゃえばもうねこっちのもんすから。ちょっと変えましょうか、ちょっとリズム作りやしてほしいね。ちょっとデンベレエーズ入れましょうか、エーズは確実にリズム作れますから。で問題は2トップだよな調子いいからな、バーディーちょっと入れてみようか。本当はスーパーサブついてるパッツリ入れたいんですけども、デフォーは一応残しておきたいので、サミエル今変えようか、サミエル変えちゃおう。でこれでいこう、まずい、あぶい、マルシャル、よしマイコン、ここの守備ですね、ここの守備。さあ中入ってきてディラルが入ってきた、危ない、ラッシュフォード、さあエーズ潰せ、よしよしナイスですね、素晴らしい。ここからカウンター、よし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 、ディマリア、ディマリア行こう。さあディマリアが駆け抜けていく、ディマリア早いな、いやー0-0。でも眉のホームでね 0-0 大きいと思うよ、スーパースターにね。これは大きいです、負けてないですからね、まだ無失点ですから、これは大きいですよ。でもこれがあまり続いちゃうとね得点取れなくなっちゃうからね、そこをなんとかしないといけないですけど、まあ素晴らしいよね。まあシュート少ないから本当に、後ろはもうブッフォンとマヤとフェルメリいますから、もう勇気持ってね今度から前行きたいと思います。はい、まあしゃあねえな、これは負けなかったことが OK ですよ。これで5位交代だね。まあこれからっすね、全然ね。まあプレミア本当序盤は全然わかんないので、これからっすよ。負けないこと大事、勝ち点を積み上げること、これが第一目標ですね。これははい、ということで、まあ移籍期間もこれで今日で最終日なんですけど、まあこれ以上の補強はなしということでね。株組織誰だっけ、クアリアレッラ、ペターニ、アドリスいるもんね。あとはファルファン上げてもいいと思うんだけどね、サミエルがちょっとおかしくなってきたらねおかしくなってどういう感じかわかんないですけども、ベラルディも入れていいな。でフェキールからね、あとハキムもいるもんね、リンガード、ボナメントゥーラもいるんだよね。中盤が結構もうね固定されてきちゃってるからね、うちね。もうこれ以上入れる隙がないんですけども、ヘンダーソンもいるもんな、でミルナーでしょ、でビッツェルもいるもんな、ディアラとハーフィル十分なんですよね正直。だから移籍金を貯めるためにまず入れて、そこから出すっていうのもありなんですけどもね。まあレイナをワンチャン入れてもいいと思うんだけど、ポストとねあれですからね、ペリーいるからね、あの2人を出さなきゃいけないので、これ厳しいですね。なので補強はなしですね。冬に相当な強い選手帰ってこない限りは、まあ多分冬もしないでしょうというね方針でちょっとやっていきたいと思いますよ。でまあ次回ですね、次回代表戦飛ばしてチャンピオンズリーグですね、第1節アーゼット戦、そしてプレミアリーグ第3節ハダスフィールドタウン戦やっていきたいと思いますよ。もうチャンピオンズリーグですね本当に。まあベスト8止まりですから、この過去2シーズンはね、バイエルに負けて散々な結果に終わってね。まあそっからのこのチャンピオンズリーグ3シーズン目ですね。チャンピオンズリーグはそうか今回でチャンピオンズリーグ4回目か。なのでもそろそろ優勝狙いに行きたいと思います。まあアトレティコではね、ほんと山はここね、まあ、昨シーズン一応スーパースターで勝ってたんですよ。ほんとそう、昨シーズン途中からグループステージの途中でスーパースターにしたんですけども、勝ってたからね、アトレティコに。あの時のイメージを思い出してやれればいいと思うんですよね。まあ、チャンピオンズリーグは、まあ、普通にこけなければ絶対いけるんで、まあプレミアにちょっと専念したいですよね。ここは早めに勝っちゃってね、毎度のこと言ってますけども、まあ、今シーズンはほんとね、こういうパレスとかね、そういう下位相手だけじゃなくて、ほんと上位に勝てるからですよ。これはスーパースターの中でね、スーパースターでもこういうパレスぐらいのレベルで全然勝てちゃうからね。なので本当にマインとかね、こういうシティとかね、そこら辺をどうやって倒せるか、ここ今シーズン大事ですね。はい、てな感じで今回ここまででご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。 See you.